グレース・エリオット・グレース・ダ・リンプル・エリオットは、オルレアン号、ルイ・フィリップ2世の愛称。スコットランド・エディンバラで、弁護士の娘として生まれた。両親が幼い頃に別れたため、彼女は、フランス系の修道院で育った。1771年に、エディンバラの社交界にデビューし、その美しさと基地で有名になった。グレースは、 不豪でかなりの年上のジョンエリオットと結婚した。ところが、1774年、バレンティア京都の集分がエディンバラ中に広まり、外文を恥じた夫から12000本どもの医者料を受け取って離婚した。彼女は兄弟に連れ去られ、別の修道院に押し込められた。グレースは、講演者の一人であった、コルモンデリ教に救い出されて、ロンドンへ行き、 彼の愛人となった。その後、彼女は交渉として富裕な男たちの中で生きた。1782年、グレースはジョジを生んだ。プリンス・オブ・ウェールズ、コレモンデリ兄ら4人もの男性が、同時に赤ん坊の父親であると言い立てた。1778年、トマス・ゲインズ・バラによって、グレースの肖像画が描かれ、この絵は現在メトロポリタン美術館が所蔵している。 1784年、王太史上時から、グレースは、オルレアン号を紹介された。1786年からグレースは、パリへ移り、公爵との生活を始めた。フランス革命の勃発後も、彼女はフランスに留まった。公爵は、フィリップ・エガリテと呼ばれた、革命支持者で、重慶類16世と、 彼が意味嫌った王妃マリー・アントワネットの処刑に賛成票を投じた。グレースは彼と違って王党派を支援していた。1793年の王の処刑にグレースは打ちのめされた。フランスは恐怖政治の真っただ中にあり、狂ったようにかつての王家に関するものを急断し続けた。革命の支援者であったにもかかわらず、ルイ・フィリップは処刑された。グレースは ルイ・フィリップとの過去の関係を理由に、囚われのみとなった。彼女はフランスのみならず、イギリスでも王党派として、名前が知れ渡っていた。グレースは、ルイ15世の晩年の長期というバリー夫人と同じ、雑居房に入れられた。投獄中、グレースは王妃が1793年10月に処刑された、ことを知った。グレースは後に王妃の遺言ある死に習おうと、 囚人のすべてが心を動かされた。と書き記した。デューバリー夫人も含め、多くの彼女の友人、チキが弾頭台に送られた。ロベスピエールらの処刑の後、恐怖政治が終わりを告げ、グレースは過労じて解放された。後に、グレースがナポレオン・ボナパルトに求婚されたが断り、彼の愛称になったという噂が流れた。グレースは資産家として、 現在のオードセーヌ県のビルダブで死んだ。ありがとうございます。